おお。いろんなもの出そう。一人ってこんな静かなんですね。まあ、改めてね、皆さんおめでとうございます。お家燃えてないですか。使用するのがこちら。豆。お前ならまでいける。100均キャンプグッズを使って初めてのソロキャンプに挑戦する悲劇。開始早々雨に見舞われる中でのテント設営となり、先行き不安でスタート。前もって準備した麻紐はテントを虚しく、ファイヤースターターも壊れるも、ウッドチップのおかげで無事に火起こしが完了し、なんとか夕食にありつくのだった。それでは後編スタート。やば、匂いやばいぞ。いただきます。なんだった、うまっ。ご飯は、あー、もういろんなもの出そう。めっちゃうまい。見た目以上にうまいよこいつ。やっぱネギは手でちぎった方がうまいかもしれない。そんなことはないと思うんだよな。ようやくありつけた焼き鳥とビールで優勝を決め、次の品へ。うまい。とりあえず残すは鍋、このボリューミーセット鍋をこいつに。おら、とりあえず待ち、鍋ができました。オープン。うおー、うまそう。おー、うまそうだな。普通にお皿なんですけど、こちらキャンドゥのシェラカップですね。550円です。多分唯一100均のシェラカップの中で直火 OK なシェラカップのはずなんですよ。他あったら申し訳ないんですけど、まあ一応こいつで、よいしょ。まあザ鍋といったらこいつでしょうと。味ぽんでちょっといただきたいと思います。いただきます。やば、キャンプの鍋やばいな。卒論かけよこれ。卒論マジ無限に食えるわ。めっちゃうまい。まあもうそろね、このキャンプ場の車のね、出し入れっていうんですかね、はいはい、が時間来てしまうんで、はい、まあ、僕はこの辺でおいとまするんですけれども、はい、僕は雨の日は同行しません。一番の被害者。お疲れ様でした。ありがとう。というわけで僕はまた明日朝来るんで、適当にカメラ回して。わかりました。楽しんでください。よし、まあてなわけで、まあ、ゆっくりとねさせていただきますので、卒論かけるわ。いやあ、マジ帰っちゃったな。ウルフキャンプずっとやってると一人ってこんな静かなんですね。とりあえず短いってことで、本絞り冬缶いきます。何よりも意外と寂しいことが分かったわ、秋ソロキャンプ。この静けさも確かにいいけど、やっぱね、終わって喋ってうまいうまいとか言ってるけど、何一つ帰ってこないからな。たまにでいいかな、実際ソロキャンプは。俺、孤独の寂しさが寒さで冷え切った体により一層染み渡る悲劇であった。最後いただきます。ああ、そうそう、大変だったな今日ほんと。まあ雨の時はキャンプはおすすめしません。まあでも結果的に楽しかったなって思います。明日の朝もね、ちょっと百均のキャンプギア、紹介したいものがございますんで、そちらの方を紹介したいかなと思います。少しでも、この動画が面白いと思ったら高評価ボタン、
そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ということでね、明日に備えて寝ます。おはようございます。おはようございます。無事ね、夜を越せました。キャンディヤムジ、俺は生きてるぞ。キャンディヤムジ、俺は生きてるぞ。とりあえずどう温まりたいんで火をつけたいかな。ってわけでこの開始。昨日組み立てだけ試供して終わったあの太平の贈り物ですね。ファイヤーストーブってやつで使用するのがこちら。デデン、いつもお世話になっております。青根からもお世話になってますね。ダイソーで買いました。バーベキュー着火剤です。こちらは100円になります。俺のライター頑張れ。よし、いいぞ。お、いいぞ。あったけー、ありがとうだねー。あったけー、マジで。ここにね、お徳をペンってやってお湯沸かしたりとかね、クッカーでなんか焼いたりとかいろいろできます。あーつ、あつじゃねえ。うう、おー怖い。ちょっと待って、お湯上がりすぎじゃない。あー、これもともとお徳をセットしてやるんじゃね。ってなわけでね、あのせっかくなんでこのごとく使ってちょっとお湯飲んできます。マジで寒い。あったかいものがとりあえず欲しいな。うわ、怖くねこれ。大丈夫？あはは、大変。ちょっとごとくがごとくじゃない。これでよくね。ごとくの意味な。まあちょっとね、巻くの待ちますわ。やばい、めっちゃ映ってる。やばい、うわ、低い室。おお、いただきます。いただきます。ああ、お湯だけでもうまい。ありがてえ。LINE 来たじゃん、うん、で返事して既読つかなかったから、あれ死んだかなと思ったけど来てた。死んでないんだな、それが。まあ飯食ってちょっとダラダラして一緒っすかね。もう OK、 はい。まあ改めてね、皆さんおはようございます。おはようございます。というわけで朝食を作っていきたいと思います。今ね1月なんですよ。1月といえばデデン、お餅。お餅、こちらをね、普通単純にね、もうポンと、うん、まあこんな感じで待ちましょう。で今回ね、あの一番紹介したかった、まあ僕自身もねやりたかった、100均で買ったグッズはこちら。デデン、アウトドアコーヒーメーカーカップセット。1個開けるとここに豆をひく装置があります。おお、これでグリ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 やって、で中間地点になんかドリッパーみたいなのがあるみたいです。ドリッパーから飲むまで全部1個でできるよっていうアイテムです。とりあえずちょっと沸かしていきたいと思います。餅早くね。餅意外と早いね。ちょっともうちょいあれかなの。あっちょい、なんか餅燃えてないっすか。やばい、餅が。ここで登場、100均の焼肉トング。そこで焼肉トング。昨日使い忘れてました、すいません。この人もう危なくない？あ、じゃ、あ、汚ねえな、全部。うまっ。石炭食ってるみたいな。ってなわけでね、お湯が沸いてきたんで装置に豆を適量。うわ、なんかやってる感すごいよ。こんな感じですね。
豆、こんな硬いの豆って。初めての豆引きに苦戦しているとまさかの展開に。え、コーヒー豆なんか研いでたら俺なんかネジ出てきたんですけど、これ大丈夫ですか。これお前ならまでいける。え、2日に2個も壊してんのか。コーヒーっぽい色にはなってほしいな。見えるかな、ちゃんと一応コーヒー色になってます。コーヒーだ。あ、うめえ。タバコ吸いてー。ずっと君さ、中干しでやってんじゃん、うん、この椅子は使わないずっと突っ込もうか迷ったけど、いやめちゃくちゃ腰痛い。だコーヒーやるときもさ、別にこの椅子に座ってさゆっくり回せばいいのに。いやいや、ほらカイロが座ってるから、カイロとカメラさんが座らせてあげてる。座らせてあげるの。あ、そういうことか。そう、行って普通に立てたな。この2日間で腰痛すぎる、マジで。あー、やっと座れた。いや座れたんだよ、最初から本当にドタバタな2日間ですけども、少しは100均の良さを知ってもらえたかな、皆さん。最後に今回の初ソロキャンプを助けてくれた100均キャンプグッズの MVP を紹介。まず最初 MVP、 デレン、セリアのウッドチェップです。こいつ最強、今までの俺ら何だったのぐらいなんかめっちゃつく。で、セリア、ウッドチップ以外に、僕が最初の方に出した、朝日もほぐして自分で作りましたってやつが、もともと売ってます。実は。で、もう一人、同率1位。ででん、アクションポンプ、ダブルポンプ。リフ規模より、こいつの方がマジでいいぞ。なんか知らんけど。で、これ、セリアで今回買ったんですけど、ダイソーにも売ってました。なんで、お求めやすい。かなと思います。だからほんと火起こしはこれとこれで決まりですね。俺らがいかに火起こしを苦戦しているかが分かるセレクトだな本当に。というわけで終わりですか、まあ、そうですね。本日お疲れ様でした。お疲れ様でした。そちらもお疲れ様でした。またグループキャンプでお会いしましょう。 See you。だから寒かったんか。そういうこと。